じゃあ、せいかちゃんのお気に入りのお花とか植物ってあったりしますか？これ私結構初めからずっと言ってるんですけど、はい、やっぱダリアが好き。ダリアで、頭にもついてるんですよ。へー。私もそのシナ選手と一緒で結構明るい、大きい感じの丸いお花が好きで、ダリアってまさにそういう、そうですね、色んな、ね、明るい色があって、これはダリアの、そう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 、はい、これダリアなんです。ダリアが好きっていうのは結構ずっと言ってるんですけど、この活動をし始めて結構その観葉植物とか多肉植物とかにも興味が出てきます。可愛いですよね。可愛い、ね、私も最近好きです。ねえ、可愛いですよ。プニプニしてて、そうそうそう、ほんと植物の世界って奥が深いなって思います。そうですね。せいかちゃんはフラワーコンシェルジュとして2年間活動されてたと、されてたと、2年間活動されてたと思うんですけど、2年間の間で成長を感じた部分とかそういうのってあったりしますか？自分で言っていいんですか？客観的な意見を求めたいところですけど、そうですね、まず見た目は変わったなって。ああ、そうですよね。まずね、やっぱり、衣装がね変わったっていうのが、最近変わったっていう動画も出したんですけど、なんかよりこうよりこの魔女の世界観っていうか、このお花をみんなに好きになってもらうためにより分かりやすいっていうんですかね、この色だったりとか結構鮮やかになったんですよ。そうですよね、かわいい。ありがとうございます。ありがとうだわ。ありがとうだわ。そうなので、なんかそういう意味ではもっと皆さんに親しんでもらえるような、分かりやすく、なんか印象に残してもらえるような、ビジュアルになっていってるなっていう。そうですよね、なんかより二次元に近づきましたよね。そうそうそう、二次元なんですけどね。二次元なんですけどね、ただここにいるように見えてるだけですね。二次元、二次元なんです、二次元なんです。大変な感じで、もう一個の内面的なことで言うと、初め配信とかの結構 SNS とかで活動することが多かったんですけど、最近では小学校の花育とかからその学校に行って先生的なポジションで子供たちに教育をするっていう、お花のことを教えるっていうのをしたりして、やっぱそれって結構ハードルが高いことなんですよね。そうそうそう、なんか普段 YouTube でペラペラ喋ってた人がこう学校とかで結構公共の場でというか、こうなんかちょっと偉そうに喋るじゃないかな。そうそう、なんかそういう経験もさせてもらったり、あとちょっとその姫路の、社長さんとかと対談させてもらったりとかして、なんか私自身すごいこれまでの口下手な、タイプだったんですけど、なんかいろいろ考えて喋るようになったりとか、より一層こうお花のことを勉強せなあかんなって思ったり、なんかこの姫路製菓の看板を背負ってるっていう意識が強くなったので、なんか成長っていうかわかんないんですけど、私の中の変化ではありますね。それは毎回毎回なんか新しいことばっかりなんですよ、対談にしてもやっぱ花育にしても現場現場で全然違うんで、そうですよ、やっぱ準備どれだけしてもなんかそう 100% ってことは絶対ないなっていうのを感じてるから、常に緊張してます。そうですね、はい。